こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。お願いいたします。よろしくお願いします。今週もしっかりでしたね。しっかりでした。結局ね、はい、で何週連続ですか。今週で8週連続ということですもん ね。去年の秋に、はい、これ毎回最近言ってるような気もしますが、去年の9月から11月にかけて、はい、総選挙を挟んで、ね、11月上旬までにかけて ね、9週連続上昇という局面がありました、はい、それ以来の8週連続、まあ、先週も7週連続も、ね、同じような話しましたけども、でそれが今週は8週連続に伸びたと。伸びた。で、まあ、来週も高ければ9週連続、ね、並ぶということになりそうですが、高ければね、はい、ということで、まあ、結局今週1週間としますと日経平均は171円高、まあ、上昇は上昇ですが、ただポイントとしては、はい、やっぱり、ね、幅がでもちっちゃいですよね。そうですね。最近は一、ね、つ特徴といえば特徴だと思いますが、はい、値動きがだいぶ、まあ、よく言えば落ち着いている。で悪く言えば、まあ、膠着といって、まあ、でも膠着ってもじわじわ上がってますからね、まあ、悪い相場じゃないと思うんですけれども、はい、ちなみに冷やしのチャート、日経平均の、ね、冷やしのチャートを見ていただくとこのようになっておりまして、で値幅がこうちっちゃいのが一つ特徴です。やっぱり日々の動き見てもね、はい、日足のチャートでもね、だから日中足のこう動きも非常に限定的だということで、日足のローソク足なんかで見ましても、直近でもねやや大きめだったところ、終値ベースで見ると先週の金曜日、はい、11日が260円高、はい、日経金でね終値でね、下ぐらいが目立つ 1% を超える変動、終値ベースで見ますとね、だったので今月に入ってからまだ 1% 動いたというのはその日だけ、で、4月でもね2日、5月の4日これが 1.5% 高、4月の18日が 1.4% 高、はい、で、先週の金曜日、この日、先週の1週間前ね、5月11日が 1.1% 高、で、終値ベースですけど、これまあ日中の値幅にするともちろんもう少し大きくなりますが、終値ベースで見て、1% 以上動いたっていうのはこの3日しかないんです。4月5月でね、この1ヶ月半余りの間で、はい、で日足のチャート見てももうこのようにこう非常に値幅がちっちゃいということなんですが、ただポイントはやはりこうじわじわ上がってるってことですよね。値幅はちっちゃいんですけど、だから膠着といえば膠着なんですが、ただこれがこう横ばいじゃなくてじわじわ上がってるっていうところが、まあ基調の強さを示しているというふうにも言えるわけですけれども、はい、ただ一方で裏返すと、まあ、今日もまさにそうなんですけども、日本株は別に上がってはいないんですよね。そのイメージはないですよね。上がってはいないっていうかね、為替が円安なんでその分で調整されてるっていうような考え方もできます。できますね。でだからドル建てで見ると上がってないんですよね。今日あたりもまさにそうなんです。で今日も為替、まあ、ご存知のようにと言っていいでしょうか。皆さん見ていた方はご存知だと思います。111円ザラバでちょこっとね、はい、つける場面もあってギリギリね。ちょっとこれドルベースの日経平均株価だとこう、はい、今チャート出たんですけど、傾きがちょっと緩やかじゃないですか。そうなんですよね。まあ、多少右肩上がりではありますけども、特に直近の動きなんか見てると横ばい圏でしょ、はい、ドル建て日経平均はね、で今日あたりでもドル建ての日経平均で見ると上がってなかったということなんですが、で今日あたりでも111円、はい、ちょこっとね瞬間つける場面もあって、約4ヶ月ぶりのドル高円安、はい、まあ、メインはドル高ですね。アメリカで金利がじわじわ、長期金利が 3.12 まであったのかな、昨日ね、じわじわ上昇して、金利差が開いて、結果としてドルが買われていると。でこれ別に円に対してだけではなくて、世界的にユーロに対してもそうですし、あるいは新興国通貨に対してはだいぶね、顕著になっている動きも一部ありまして、ドル高が進んで、円に対してもドル高円安と、結果として円ベースで見た日経平均が押し上げられていると。あるいはまあ別な企業収益の観点から見ても、円安になれば輸出関連企業の収益が押し上げられるということですから、まあ、その観点でも買い材料になっているわけで、結果としてまあ日経平均今日あたりでもまあ上昇したということですよね、はい、逆に言うと今日あたりはそれを除くとあんまり日経平均上がる理由ってなかったとも言えるんですよね。そうでしょうね。ですから今日あたりでも完全に為替の調整で説明がつくというふうにも言えるんですが、ただまあ一方でやはりそれだけアメリカ景気が堅調で、はい、このところ発表される経済指標なども全体的に強めですから、結果として金利が上昇して、いわゆるアメリカの景気が強いんで金利が上がって金利差が開いてドル高という動きですから、まあ、別に悪い話ではないと思いますし、まあ、あるいは市場の見立てとしてはやっぱりこのトレンドがもうちょっと続くのではないかと今のところね、はい、
明日のことはもちろん分かりませんが、うん、今の市場の見方としてはそんな見方も広がっているというのが足元の動きであります。で一方で決算、今週を振り返りますと、決算発表がいよいよというか終わりました。で今日も多少ね積み残した分、損保の大手だったり、あと富士フイルムなんかもね、今日あたり発表しておりましたが、ほとんどは15日まで、45日ルールにのっとって、15日までで大体決算が終わったということでありまして、このあたりでいわゆる決算を受けた銘柄選別、これも一巡したという形になりましたが、決算もね、全体としてはなんかいいんだか悪いんだかもう一つ発見しないところはありますよね。そうですね、今年今期は。で、新年度の予想ですよ。うん、で、純利益で見ると集計すると減益になるんだけども、はい、ただ営業利益で見ると増益だとか、あるいは為替の前提はどこに置くかによってだいぶ変わりますからね。特に輸出企業は為替が105円の前提で見るのと、今みたい111円ぐらいの前提で置くのでは、もう自動車メーカーなんかもだいぶ違ってきますから、そう考えれば105円の前提で減益で予想だったとしても、110円ぐらいで計算し直せば増益というところも結構出てきますんでね。だからそのあたりの動きを今織り込んできているというふうにも考えることもできるでしょう。結果として決算発表もそれほど大きな材料にもなってなかったというか、そういう意味では着実にね、戻り歩調全体としてたどっているというのが今週1週間の動きだったというふうに思います。でそういった中で、目立った動き、いくつか個別銘柄で確認してみたいと思うんですが、上昇した方ではね、あんまりこうこれはこの日っていう、これはっていう目立った銘柄がちょっと見当たらなかった1週間とも言えますよね。なんか今週を象徴するような銘柄ってあんまり思いつかないでしょ。全体的にこうじわじわ上がった感じもありまして、でもね、あんまりだからそういう意味では個別銘柄はそんなに目立ってないんですが、例えばね、上昇したのでヤマトホールディングス9064、ヤマトホールディングスは、ずっと上がってるんです、今週ね、1週間ね。終わりに14円高、3000飛び63円ですね。高値更新です、年初来高値ね。で今週は1週間、5日間ずっと上がりました。先週の金曜日からで6連騰です、今日で。で、年初来高値更新、いわゆる新値追いという状況で、ヤマト運輸なんかも一時期ね、かなりその人件費のアップだとか、人手、いわゆる人手不足なんかで苦労しましたけども、値上げ効果もあって、あるいは受注をだいぶ抑えるといった効果などもあって、収益が改善してきているというあたりが織り込まれて、株価高値更新で足元強い動きという状況です。あるいは損保ホールディングス8630なども今日高値更新しました。損保ホールディングス、今日の終値は186円高、4939円、プラス 3.9% なんですね。今日結構そこそこ 4% 近く上がってんです、上がったんですが、ただこれ今日ね、2時40分、今日の引け20分前に決算を発表したんですね。で、チャート見ても、その前でもじわじわ上がってましたけど、全体の地合いにも追い風になってね。ただ今日の2時40分の決算で、今期が大幅増益、今期の業績予想でね、純利益 50% 増、前期減益だった反動という面もありますが、それと配当が20円増配の130円、新年度の予想です。あと合わせて自社株買いというのも発表しまして、業績好調、今期ね、あとは増配、自社株買い、3点セットで9と、もともと足元ね、業績を評価する形で上がってたということもありまして、金利の上昇傾向、アメリカのね、このあたりも資金運用環境の改善につながるということで、評価されてきてたということでして、同じような内容で、それよりも20分前、損保よりもね、20分前に決算発表した東京海上なんかも今日5倍買われました。逆に下げた銘柄としてはね、1812鹿島建設、鹿島建設ですね、今日の終値29円安926円となってます。これはね、今週1週間下げ続けました。5日続落、でこれチャートはね、ちょっとひどいんですよね、今週日足のチャートね、15日に決算発表を行って、今期が大幅減益という予想で、それ以降ずっとこうずるずる下がっちゃってると、外国人なんかも結構持ってる銘柄でね、手締め寄りが出てるというふうにも見られます、というようなことでしたね。来週以降どうなるかと、新興市場もちょっと戻ってきましたね、足元ね、個人投資家の方なんかにはね、いい動きかもしれません。動きが出てきましたね、ということで今野記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。今日を見て明日を読む、
今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤、今日の株式、明日の株式、平日月曜から金曜の午後4時30分から。はい、それでは今週のゲストをご紹介いたします。この番組2回目の登場、はい、ということになります、はい、セゾン投信の中野晴弘社長です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、2回目ですけど、もうなんかこの番組おなじみという感がありますけれど、まあ、2回目になると一気に慣れてきますね。そうですよね。そうなんですね、はい、でそのセゾン投信さんといいますと、やはり前回ご出演いただいたのが1月ということもありまして、積み立て NISA が始まったばっかりの頃。そうでしたね、はい、でセゾン投信さんといえば積み立て NISA っていうようなイメージで、投資家、はい、まあ、視聴者の皆さんもそのイメージが根付いたと思うんですけれども、はい、どうなんでしょう、私の周りなんかって声聞く感じですとね、積み立て NISA だいぶ馴染んできたというか、浸透してきたなってイメージもあるんですけれども。普通のお友達の中ですか。はい、そうですね、です美容関係のお仕事をしている友人なんかも、積み立て NISA やってるんだけどどうなのって私聞かれたりしまして、だいぶ身近なものになってきたのかなっていう印象があるんですが、例えば金融庁のホームページなどで発表されているその口座開設の世代別の構成なんかを見てみますと、はいはいはい、若い世代ですかね、そうですね、40歳代以下の世代が7割ぐらい占めてるんですか、はい、そうなんです。これは今まで の, 証券業界にはありえなかったことが、確かにこの部分においては起きてます。で、はい、既存の一般NISAは、はい、相変わらず高齢者中心のね、口座開設だったんですよ、はい、今でもそういうチャートになってますから、まだ3ヶ月4ヶ月の、ね、データですけれども、はい、明らかに20代、うん、30代40代という世代が、この積み立て NISA の主役になっていることは確かではあるんですが、はい、じゃあ数がね、はい、本当にそれこそ若い人たちっていっぱいいるわけですから、うん、本当に一般化してみんながお友達のように動いているかといえば、はい、残念ながらそうでもない。だからお友達は相当やっぱり感度が高くて、先に動くね、そういう人だったんだと思うんですけれども、やはりその後の人生というのをすごく考えている友人だったんで、やっぱそうでしょ、そうですね、非常にいろんな社会の変化をね、関心持って見ておられる方なんでしょうね。そうなんだと思いますね、うん、やはり積み立てNISAというネーミングにある通り、積み立てで長期で分散っていうその、まあ、テーマ性ですよね、はい、そこが若い世代の方々にやはり響く部分はあるのかなと、はい、今のフレーズはね、積み立てNISAにおける金融庁がまさにメッセージ発信している、はい、まあ、投資の三原則と言ってもいいと思うんです。長期で積み立てで分散投資、これ今見ていらっしゃる方もその場で覚えられると思いますので、うん、ぜひ頭に入れて、で金融庁は積み立てNISAにおいて、はい、この3つの、はい、投資行動を全部セットで取ってくださいという発信をしているんですね。で長期っていうのはどのぐらいですかといえば、もうこれ制度からすれば明確に答えが出てますね。最低20年という意味です。20年の非課税期間なので、はい、これは積み立てNISAを始めるにあたっては、まずそのご本人自身が20年続けるんだっていうね、それを最初に目的化してほしいんですね。なぜなら20年続けてこそ、はい、本当にお金が大きく育つし、金融庁が今回出しているデータで非常に示唆に富んでいるのは、はい、20年続けて、やった積み立てを続けた結果は、過去のトラックレコードからすると一人も損してないというね。一人もなんですよ。全員ちゃんと一定のリターンが一定の範囲内で上がっていますと、これは相場がこうね、上がったり下がったりして、だんだんに上になっていく中で、時間というものがその水準を上げてくれるので、ここで上がってても下がってても一定の範囲の中に収まってちゃんと利益になりますよと。一人もいない中野社長だからこそ正直に言わせていただくんですけれども、投資信託で損をしてない人がいるっていうイメージが、ごめんなさい、私の中では正直すぎますね。分けにくい部分もちょっとあったり、これはね、まず一つは皆さん、アメリカのね、
成功事例を学ぶべきだと思うんですけど、まあ、これはアメリカでは 401k と言われているあの、はい、確定拠出年金、これが圧倒的に普及して、はい、そしてそこに20年30年あるいは40年近くずっといわゆる積み立てで、はい、そこに投資を続けてきた人たちが、うん、もう大きな結果を出していて、それこそ全員が報われているという結果があります、はい、これみんな投資信託で報われているわけで、あの日本においてもこの成功事例がやはり金融庁は大変学んでいて、本当に日本の生活者の人たちが同じ行動をとって全員にちゃんと成果を出して全員に幸せになってほしいと、これが制度の極めて明確な趣旨なんですね。だから投資信託っていうのは損しちゃうイメージ、はいはい、まあ、これはね残念ですけどおっしゃる通りで、これは我々の業界側のやってきた責任だと思いますが、理由はやっぱあるんでしょうかね。これはあの一つはすぐ値上がりするようなものを勧められて買って、まあ案の定値上がりしましたというケースもあるけれども、ガンと上がるものはそれだけ反対にいけばガンと下がるというね、一過性の上昇なわけですね。慌てて売っちゃったりキャーってね飛び降りちゃったりという人たちが結局損をするという体験だけで終わっちゃってるので、逆に言うとそういう人たちは極めて投機的な行為をして投資信託を、で損したと言ってるんですけれども、それは投資信託そのものが必ずしも悪いということばかりではなく、その人一人一人が取った投資行動が勝手にあなたを損させているというね。ですから大事なのは投資信託というもののクオリティは重要なのは言うまでもないんですが、それを保有する人の長期にわたる投資行動というのが結果に大きく左右する。売ったり買ったり売ったり買ったりしていれば本当に大きな果実は得られないですし、一方でじっとどっしりと構えて本当に、ね、はい、なんか素直に続けた人が最大の成果を上げる、これがアメリカの30年40年の事例で、ちゃんと歴史的に証明されてきているということですね。はい、そのアメリカの事例を見ても、まあ、中野社長のお話を伺っても、投資信託って、まあ良質な金融商品なんだなって改めて分かる部分はあるんですよね。本当に思っていただけますか。はい、それはこれはね、僕がね、やっぱりなぜ自分が投資信託の会社を、ね、やってるかといえば、僕は投資信託が大好きだからなんですよ。先ほどね、鈴木さんおっしゃった、はい、投資信託ってね、はい、得した人見たことがないってねイメージがこれあんまりじゃないかと思いますが、でも一方で投資信託という本来の仕組みは、はい、本当に普通の生活者が、たとえお金が、ね、あんまりなくてもちょっとずつ自分で、できる範囲で積み上げていって、それを長く持って、その投資信託の長期の運用が経済活動でちゃんと働いて、経済の成長とともに大きくなり、ちゃんとその果実がリターンで返ってくる、これを誰でも平等に参加できる仕組みっていうね、これはもう人類のある種の素晴らしい発明の一つであり、はい、その仕組みを本当に正しくみんなに活用してもらえばみんなを幸せにできるとね、僕自身も革新的に思うので、投資信託が大好き、だから僕は投資信託で世の中みんなに幸せを提供したいというね、これは素直な気持ちです。もう本心でいらっしゃいますもんね。 でそのセゾン投信、中野社長率いるセゾン投信では、はい、その2つのファンドがありますよね。はい、はい、2つだけなんですけどね。そうなんですよね、はい、その2つだけっていうのもまたすごいなと思うんですけど、はい、まあ、これも意味ありですけどね。意味あり、はい、まあ、その中でもセゾン・ヴァンガード・グローバル・バランス・ファンドというのが、はい、まあ、世界中をある意味買うっていう、丸ごと買うというような発想のファンドと言っていいでしょうか。もともとのセゾン投信そのものの運用理念、コンセプトというのは、はい、世界の経済成長にしっかりと乗っていきましょうと、で長期で乗っていけばそのお金は合理的にちゃんと大きく育っていきますよ、なぜなら世界経済は、残念だけど日本経済とは違って、はい、極めて安定してね、長期的に成長していく軌道があるので、その中にお金を働きに出しましょう、まあ、こういったベースのコンセプトにおいて2つのファンドを作っていて、で今おっしゃっていただいたグローバルバランスファンドというのはまさにバランス型で、半分株式半分債券というね、50対50のものなんですが、基本的な考え方は、世界経済の経済活動はまず株式という資本市場と、まあ、それから、債券というね、これは借金ですよね、企業の、資本とデッド、負債の部分で経済活動はすべからく成り立っているから、この2つのマーケットのものを分散して持てばいい、これで50対50という発想しています。それからその
そのポートフォリオの配分の仕方っていうのは、いつの時点でも世界経済のその状態に自然体で乗っかっていられるように、要するにリバランスしてるんですね。そのリバランスのベースは、いわゆる時価総額という、まあ、それぞれの、地域のマーケットの規模に応じて、比率を調整している。ですからいつ買っても自分が今ある地球経済の、姿にお金を働きに出しているというね、こんなイメージで皆さんに見ていただければと思います。その世界経済を見て、そして海外マーケットをですね、分析するという上での着眼点というのは何かあるんですか？はいはい、これは今申し上げたように、基本的には世界経済そのものが長期的に本当にね、安定して成長していくかどうかということを、常に革新的に思えるかどうかというののチェックがベースになりますね。で、まあ、そうは言っても先ほどの近藤さんのお話じゃないですけど、日々のマーケットっていうのは上がったり下がったり上がったり下がったりデタラメに動くわけです、ですからまあこのデタラメなるものも、それがどういうふうに実体経済に、一時的にでも影響を与え、あるいはそのマーケットの動きが、いつ、回復するのかとか、いつやっぱり調整するのかとか、そういったことは僕らにとっても大変重要なことですから、ファンダメンタルズとともにマーケットの動きというのはもちろん、見てはいるんですけれども、お客様にはマーケットは気にするなと言ってますけどね。そうですか。なぜなら短期的には上がったり下がったりね、近藤さんのお話のようなことが続くんですけど、長期的には価格というのは実体経済がちゃんと成長していればそこに収斂してくるので、日々の値動きは単なるノイズなので、長期投資家にとってはですよ。どうしても投資をするというと、投資をする上では自己責任のもとでっていうワードが常に、まあ、つきまといますよね。まあ、当然のことながら出てきますね。これはでも、逆に皆さん自身もそのフレーズは受け入れてますよね。最後は自分の責任だよねってね。でも金融業者側はそれを最後は必ず金貨玉状にしてね、最後はお客様自己責任ですからって言うと思うんですけど、これはまあ、僕ら自身は否定的なんですよ、究極的には、自己責任という、その考え方ですか？それは法律的にはね、そういう部分ってのは致し方ないんですけど、少なくとも一人でも多くの投資家を正しい投資行動に導くことは、我々自身の金融業者としての努力でできるだろうと思うんですよ。でそれを今までの金融業界というのは怠ってきたんじゃないか。結局最後はお客さんが決めてくださいと言って、ある種責任を回避する。でも本当に正しい投資行動って何かといったら、まさに積立 NISA が、で金融庁が仮説を立ててるんですね、長い時間かけて、とにかく長い時間継続できるように、ちょっとずつ毎月コツコツ積み立てで続けていって、そして分散というね、ちゃんとポートフォリオを作って、リスクを、的確にコントロールしたものを持ち続けなさいと。これそうすればちゃんと大きな成果がみんな得られるんですよ。これこそがこれこそね、一人でも多くの人に理解してもらって、それを実践してもらうというのは、自己責任で構築するのとは全く違うスタンスでしょ。ですからそれを僕らセゾン投信は徹底してやっぱり努力していきたいと思っています。それがある意味、投資家の皆さん、お客様に寄り添うってことなんですか？そうですね。今大きくテーマに添えてます、フィデュシャリーデューティーという、概念が日本の中でもようやく芽生えてきたので、じゃあ真のフィデュシャリーデューティーとは何かということに、我々自身も深くフォーカスして、投資家に徹底して寄り添うじゃないか、間違った投資行動を取ってしまうようなお客様には一生懸命是正してもらって、本当に一人でも多くの人を幸せに導いていこう、そのための努力は徹底してやっていこうじゃないか、これこそが真の顧客本位だと、思ってます。そこから究極的には決して、投資は自己責任じゃないんだという言い方も、していこうと思ってます。お話を伺っていますと、その個々人の方々の資産運用に、寄り添うということでもあると思うんですけれども、東京、特にこの兜町を中心にですね、国際金融都市を目指しているんですけれども、金融都市を目指すっていうのは、ある意味どうなんでしょう、資産運用に着眼した都市を目指していくこととも言い換えることできるんでしょうか？
これ非常に大きな言葉ですよね、はい、そうですね、金融都市、金融都市、国際金融都市、うん、一体何を意味しているのか、はい、多くの人はパッと思い浮かぶのは株式市場をね、うん、思い浮かべると思うんですけど、株の売買だけやってるんでは、はい、本当の意味での成熟した金融都市とは言えない、あくまでも国際金融都市というからには本当に高いレベルの成熟した、はい、取引が、うん、あらゆるものが受け入れられていかなければいけないということであれば、うん、やはり今まさに鈴木さんがさりげなくおっしゃった資産運用という言葉は非常にキーワードになると思います、はい、つまり今この兜町でも再開発が行われていて、はい、まさにここの大家である平和不動産という会社は、はい、岩隈社長という方ね、はい、大変敬願でこれからの、ね、兜町を資産運用タウンにしようと、兜町資産運用タウン、はい、これはもう本当に一歩も二歩も先をきちんと見据えていらっしゃると思いますね。本当に成熟した経済の先進国の、はい、金融立国を目指すのであれば、ちゃんと高度に発達した資産運用が成立するマーケットでなければ、これはね、グローバルなお金は集まってこないということです。やはり金融タウンというネーミングだけですと、なんか大手金融機関のイメージでとどまってしまいがちなんですけど、ね、資産運用タウンというふうな発想になりますと、そういった大手の金融機関とスタートアップ企業の融合であったりとか、うん、お互いの利点をね、すごく生かし合っていくというイメージにもつながりますよね。そのイメージは正しいと思いますね。金融っていうと多くの日本人はまず銀行を思い浮かべて、ね、これはでも資本市場ではなくて、はい、融資の方でしょ。間接金融ですね。間接金融ですね、はい、ですからもう一つは証券会社をイメージした、資本市場になるんですけど、 でも、はい、ブローカーだけで成立する時代はもうね、それは20世紀の発展途上の時期なんですよ、はい、これから成熟して、ある種自分たちの経済が行き詰まっている、はい、そういう中でも金融で、ね、飯を食っていくっていうのは実は高度に裏打ちされたテクノロジーとプロフェッショナルが提供するアセットマネジメント、すなわち資産配分をきちんと合理的に行って、はい、合理的に、ね、リターンが上がる、そういった金融サービスを提供する、これこそがまさに資産運用なんですね。ですから日本がこれからグローバルな金融市場を目指そうとするんであれば、はい、高度な資産運用をきちんと、多方面から提供できるマーケット、これをちょっとイメージしてほしいなと思いますね。しかも兜町発信でそれができたらというふうに思いますね。そうですね、兜町っていうのはやはりはい、ウォール街やねシティと同じようなやっぱり歴史的なブランディングの、ね、はい、価値がありますから。中野社長は社会人成り立ての頃にそれこそ活気のある兜町が身近だったと、はい、ね、僕は、ね、1987年に、ね、社会に出てすぐに兜町のなんかパシリをしてた時期があったんですけど、はい、株券を持ってね、出たり入ったりしてたりしましたが、あの頃はね本当に証券マンの人たちが、はい、こう歩き回って、それお使いで持っていくたんびにうなぎをごちそうになって、でバラジの人たちが運動靴でね、はい、外もカッポしてましたし、はい、いや本当にすごくいい街でしたよね。なんかお互いに手旗信号で会話をしてるんですか。そうそうそう、やっぱり私の人っていうのは言葉いらないんですよ、はい、だから永代通りのこっち側と向こう側でこうやってやりながら、はい、今日お昼ご飯何にするとかやってるんですよね。それで会話を、そんな時代でした。でもそれは前世紀の兜町です。同じものをもう一回 再生しようと思ってはいけないということですね、新生兜町。そうです、そういう時代に入ったという中で、はい、ある意味セゾン投信さんも一緒に進んでいかれると思うんですけれども、はい、今後の取り組みとしてはどのような、はい、冒頭積立兄さんのお話を、ね、はい、してくださったんで、私どもは日本しかファンドがないですけど、うん、積立兄さんの、ね、ファンドとして、選んでもらってますし、はい、それからもう一つはこれ正直言うと日本 の今の金融機関、うん、積立兄さんに対してそんなに積極的であるはずがないんですね、なぜならやっぱ短期的な利益を生まないですから、はい、ですから腰が引けている金融機関もたくさんあるし、長い時間かけてゆっくりやっていこうと思っているところが、ね、大半である中で、私どもにとってはこのビジネスモデル、はい、積立NISAを活用してそれで、ね、大きく成長していくというのはど真ん中なんですね。ですから、この積立NISAにおいては圧倒的に成果を上げたいし、はい、この積立NISAなるものが
あのお友達の、ねはい、美容師の方だけじゃなくて、はい、本当にねありとあらゆる方が知って自分で行動するというそういう環境を僕ら自身が努力して作っていくというそういう先導する立場に、ね、立とうと思ってます。まさに地産運用タウン兜町の進化とともに、はい、セゾン投信さんもそうですね、あの兜町に、ねはい、ご恩返ししたいですね、はいはい、長期積み立て分散というキーワードの下で、はい、一緒に進んでいかれる、はい、ぜひ覚えてください。そうですね、はい、あの皆さんも多分投資家の皆さんもよりあの興味を持って今日のお話伺ったことと思いますので、ぜひまたあのこの番組ゲストでお越し、もうほぼ準備できる、いや呼んでください、はい、楽しみにしてますぜひお越しいただきたいと思います、はい、ということで今週のゲストはセゾン投信の中野晴弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして来週のゲストは証券アナリストの松下律さんのご登場となります。それでは来週のこの時間までさようなら。